こんにちは、鉄ゴンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、今日も旅動画のつなぎでランキングをやっていきたいと思います。今回のランキングは魚料理のベスト10をお送りします。やっぱり肉をやったらね、魚をやらないわけにはいきませんね。普段よく食べるのはお肉なんですが、好きなのはやっぱり魚かなと思います。煮ても焼いても生でも干しても炊いても揚げてもやっぱり魚が一番ですよね、僕は。そして今回も過去、約100本の動画、リッチモンド東京目白の動画までを対象にしています。思い出しただけでもよだれが出てしまうような、そんな魚料理の数々です。最後までご視聴よろしくお願いします。では魚ランキングベスト10どうぞ。
まずは魚ランキング10位から4位でした。他のランキングでも言ってると思いますが、思い出しただけでもたまりませんね。木津市場のね、三つ葉さんですかね、コロナ禍で朝食が提供されなかったから食べに行ったわけで、朝食があったら出会えなかったですよね。いやー、美味しかったな。さあ、この後はいよいよベスト3です。どんな魚料理が入ってるんでしょうかね。それでは魚ランキングベスト3です。どうぞ。
はい、魚ランキング第1位は宇和島鯛飯でした。タイはね、もうどう食べても美味しいですよね。あのラーメンではね、タイだしラーメンってありましたし、今回ねランキングから外れたんですが、あの博多でねタイ飯食べてるんですよね。あの土鍋で炊いたやつなんです。あれも美味しかったですね。いやもうタイ食べたいですね。もうお寿司でもいいし、あのお造りでもいいし、あの塩焼きね、あの丸々一匹ね、あの塩で固めて焼いて、で最後傷してパーンって砕いてで食べるやつね、あれ食べたいですね。あれめっちゃうまいんですよね。ねえ、もうやっぱりひつまぶしも食べたいですし、ウニイクラ丼も食べたいです。美味しそうこと混ぜてね食べましょうかね。あの僕の欲求が止まらないです。もう本当止まらなくなるので、本日の動画はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。